いいですね、美味しいぞ、絶対。うまっ。一人で行きます。やったー。うまいんだな、これ。うん、俺行きます。みんなのまどん、こんにちは、アルダンシャンネルナイトです。ウィン、ショージボンです。タイガです。オクです。ケイちゃんです。今日はちょっと協力プレイでジブリ飯3キロ食べきろうかなと。いやまあ夏も終わってますけど、うん、まあ夏の終わり、まあジブリのイメージあるじゃないですか。あ、夏ってちょっとテレビとかでもジブリやってたりするんで、ジブリ飯大食いしようかなと。なるほど。で、こちらにいろんなジブリ飯入ってます。これを引いて、出たジブリ飯を料理して、食べて、繰り返して3キロ完食すると。なるほど。3キロ食べると。だから1回に作る量はまあどれだけでもいい。なるほどね。まあでも一度に食べると面白くないんで、はい、まあ何回かはちょっと引いていきたいなと思います。はい、はい、じゃあ早速1枚目いきますか。でも甘い系としょっぱい系多分入ってますよね。確かにしょっぱい系がいいな、最初は。ご飯物がね、頼みますよ、内藤さん。じゃあまず1枚目はい、いきます。こちらです。なんだ、タダン、ポニョハムラーメン。おお、いいよいいよ。じゃあ作っていきましょうか。はい、じゃあ作っていきましょうか。はい、今回まあタイガーにいろいろ調べてもらってるんですけど、じゃあちょっと教えてもらいつつ、はい、はい、これ超シンプルです。シンプル。もうチキンラーメン茹でて、はい、その上に、ゆで卵をハムネギをのせるだけ。あ、ほんとでもうまそう。え、どれぐらい作る？皿2杯あるから2杯作ろうかな。オッケー。でもポニョの場所、あ、広島なんですよ、あれ。お、そう。はい、グビングだよな。キッチンの上のポニョ。ゼロ点。じゃあその間にこのハムを半分に切って、こう半月型に。で、ゆで卵も1個を半分に割ってもらってもいいですか。あ、はい、わかりました。まあでも一瞬だね、これは。しかもスープ入れたら結構な重さになると思う。確かに。そうですね。3キロ余裕かな。いっちゃうかもね。5キロにします。あー、もう動かせません。もう絶対動かせない。もう5キロ注ぎます。本当なんだ。これでちょっと3分ぐらい待ちましょう。はい、はい、じゃあそろそろいいですかね。はい、乗せていきます。あー、うまそう。シンプルでいいね。完成です。わー、じゃあ重さ測りましょうか。はい、はい、はい、乗せてください。はい、お皿が706です。706。はい、はい、1163ってことは457。あ、2つ合わせてちょうど1キロぐらいで、1個食べたら457。じゃあ食べましょうか。はい、はい、じゃあ食べていきましょうか。はい、いただきます。じゃあまあこれは均等ぐらいでもいいか。そうですね、まず何も使ってないんで、はい、取り分けていっちゃいますよ。はい、お願いします。じゃあいただきます。いただきます。これはね、でも余裕。いただきます。あ、結構余裕よ。うまいんだな、これ。うん、うまい。一瞬。早っ。あの量。完食。完食でーす。でーす。うん、決まったー。おー、早い。で、何キロ、何グラム。914です。おー、ごちそうさまです。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまです。じゃあ、引きますよ。はい、いきます。はい、こちら、はい、風立ちぬシベリア。うわあ。え、知ってる？これは知ってる。あのシベリアって普通にお菓子であるよね。あ、そうです。甘いやつ。甘いやつちょうどいいじゃん。じゃあこちら作りましょうか。はい、はい、これ作り方めちゃめちゃ簡単です。はい、ちょっと本物とは変わっちゃうんですけど、うん、カステラの間にもこしあんを挟むっていう感じだけです。簡単だ。はい、すごい。こちらカステラですね。はい、で、こしあん、こちら、うん、結構たっぷり挟んでたよね。結構分厚いです。マジで。うわ、これで挟みます。あー、でもうまそう。うわ、はい、さあ、乗せてますが、はい、はい、残り2個乗せます。はい、はい、よいしょよいしょ。さあ、1067。おお、いった。1キロ。じゃあ食べていきましょう。はい、はい、さあ、はい、完成です。でれれれってれれれ。1人何個だ。3人2個。じゃんけんで勝った人が1個にする。はい、はい、いや、男気でいこう。あ、じゃあ勝った人が2個と。勝った人が2個。わかりました。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょい。はい、これでしょい。よっしゃー。よっしゃー。まあでも俺は好きだからね。行きましょうか。じゃあできます。ありがとうございます。まあ結構重いな。重たっ。いただきます。いただきます。おんも、おんも、なんかもうビッグマックぐらいありますね。確かに。感覚でも美味しい。美味しい。完食です。あ、匂いった。結構2個いった。2個いきました。これも1個自分の完食です。やった。2つ目ラスト。いった。おー、すごい。おー、はい、完食。おー、いった。いや、でも口の中も甘々ですよ。次、塩欲しいね。塩欲しい。カラカラとかでもいいな。
カラカラいいっすね。辛いのあったっけ。カラカラジブリちょっと探したいな。十分だ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 。いったー。よっしゃ。うわということで今ただいまはい、はい、1981g やだ 1.9kg、まあ、ほぼ 2kg ですね。いいよ、続いていきましょう。はい、じゃあせっかくのタイガー、はい、いいですか。はい、これだ、麺と千尋白のおにぎり。よっしゃ、いいね。なるほど、一番食べたい。ただの白おむすびです。おお、いいじゃん。これいけるよ。じゃあはい、こちらご飯 1kg ですね。いきましたね。じゃあ握っていきましょう。はい、1018です。1018、じゃあ、はい、これで食べていきましょうか。はい、完成です。イエーイ。8個ってことは2人が1個。はい、さっきと一緒だ。じゃんけんで勝った人から選んでくれる。 OK で、はい、最後残ったのまたじゃんけん。なるほど。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。あー、最初はグーじゃんけんぽい。いや、1個で一緒。はい、一緒。よし、ちょちょちょ、ほい、うわ、じゃあまあちっちゃいやついっちゃいます。はい、これいきます。あー、ミニ。はい、じゃあこれいきます。あれれれれれ、もういきよるね。これにしよう。これかな。はい、三個残ったら勝ちが取る。うわ、うわ、わあ、男気。最初はグーじゃけんほい。うわー、最初はグーじゃけんぽい。はい、グーでしょ。最初はグーじゃけんぽい。はい、グーでしょ。勝った人から選ぶ。勝った人から選ぶ。これ、はい、えい、はい、いただきます。いただきます。これはもうね、これ一口でいけちゃうかも。うん、まだ、おいしい、おいしい、おいしい。おむすびってうまいよね。おいしい。コンビニとかでもたまに買うけど。しびれが消えた。一気にリセットされた。完食。完食。早っ。あれ、なったん。おいしい。すごい。半分いこうか。マジですか。協力プレーだからね。全然いける。本当ですか。うん、箸持ってきますね。じゃあ、あ、ありがとうございます。むしろ逆にちょっと食べたい。美味しすぎて。ありがとうございます、内藤さん。とんでもないです。次は俺が内藤さんの半分フォローします。うわ、協定が結ばれた。うわ、タイガと結んでもな。いや、結びましょうよ。で、我慢させませんよ。目が死んでるな。うん、うめえ。さあ、俺も完成しました。おいしょ。塩、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 3回ぐらいですよ。ごちそうさまです。わーじゃ、わー、すごい、すごい。ということで今がただいま、はい、2999。おー、ほぼ3キロ。ほぼ3キロ。じゃあ続いて、はい、はい、まあじゃあ KK いきます。はい、頼む、いいの引いてくれ。はい、はい、続いての料理ははい、ラペタのラペタンマン。あー、最悪。出た、ついにラペタンマン。一度パン、じゃあ作りましょう。はい、さあ、じゃあ作っていきますか。はい、ラピュタパンはもう超シンプルです。で、なるべく厚めのとのことだったんで、はい、4枚切りを用意しました。でかいぞこれは。で、最初はバター塗ります。はい、ここにマヨネーズを。はい、土手みたいな感じでビューっと。ほど、はい、そういうことです。あら、じゃあ、ライト最後卵を。はい、殻は入っちゃっていいよね。じゃあこれで焼いていきますか。はい、楽しみ。 塩とかは大丈夫ですか。いいですか。まあ、最後かけてもいいよね、お好みで。確かに、できました。イエーイ。うわっ、ダダーン。うまそう。じゃあ今皿分を引いてるんで、はい、5枚完成しました。うい、乗せます。頼むよこれ。頼むよ。827。おお、思ったよりいきましたね。うん、はい、じゃあ食べていきましょう。はい、はい、楽しみ。じゃあいただきますか。いただきます。いただきます。うまい。うまい。マヨネーズの塩かけに最高。黄身もあります。お、黄身パカ全然倍。わー、すごいすごいすごい。お、いいよいいよいいよ。あ、いいよいいよ、とろった。いいですね、美味しいぞ絶対。マジでうまい、これペロッといけちゃうわ。ぼっくん早っ。早っ。マジで完食です。おいっと、すごいね。はい、完食。はい、はい、さあ一口。うまいな、たん。おいしい。全然食べますよ、食べれなかったら。お、協定食べてください。よし、お願いしますか。おくん、ありがとう。確かに強っ。一瞬だよ。大きい声出た、びっくりしすぎて。えぐいわ、マジで。ついてこう、ずっと。ついてった方がいいよ。完食です。お、ラストの一口。お、いった、すごい。
素晴らしい、行きました、自力でということで、これで完食したんで、はい、今3826。おぉー、来た。もっと1.2です。1.2、うん、次でいけんじゃない？次でいっちゃいたいね。ね、行きたい行きたい。じゃあ、はい、ポックン、うわー、5品目大事ですね。頼む。これでシベリアポイ、じゃん、トトロ、サツキの弁当。おぉー、作りましょう。じゃあまずこの中にご飯パンパンに詰めていきますか。はい、お願いします。はい、これくらいか。あー、いいですね、はい、こんな感じでお願いします。はい、これか、塩豆見たことないこれあ、梅干しありがたい。桜伝武、本当はなんか目指しを使うのが多いらしいんですけど、目指しなかったんでイワシ買ってきました。はい、いいですか。はい、乗せてください。真ん中によいしょ、この辺ですか。はい、オッケー。はい、じゃないとここ半分に。あ、でもうまそうだな、彩り綺麗だね。じゃあ最後これ入れます。はい、とりあえずこんな感じで、カッツとりあえず、はい、こちら、はい、こんな感じで完成です。イエーイ。ちょっとまあ弁当バーガーに2つしかないんで、うん、まあ皿とかにも盛りつつ、ぽく盛り付けていきたいと思います。オッケー。じゃあ完成です。やったー弁当っぽくしました。うわ、じゃあお弁当まず1個ずつ上がっていきますか。はい、弁当箱自体が 93g です。じゃあ乗せます。はい、1個目475、382です。382。はい、じゃあ2個目。はい、423、330。じゃあ最後乗せます。ちなみにいくら超えたらいいんだ。462あれば。なるほど、5キロ乗せます。頼め。お皿130ですよね。はい、頼め。はい、714です。ってことは584。超えてー。減らそう、ちょっと減らそういやでもこれ食えば、そうだね、5キロで。じゃあこれを全部食べましょう。はい、完成です。イエーイ。おっくんがさっき、はい、申し出てたんですよ。え、僕弁当行く行きますよ。すごい、マジで男かっこいい。これいただきます。じゃあもう一弁当誰か行かないといけないですよね。いや、じゃあ俺行きます。じゃあ僕はこちら、おお、一人で行きます。やったー。それは無理よ流れで行っちゃったけどできる限りの食べるこれ。うわー、やばっ。ちょっと一旦これで、はい、ありがとうございます。じゃあいただきます。いただきます。この豆よ、豆、結構豆多いですね。ね、あ、豆うまいわ。でもご飯に合う、これ塩気が効いてるから。うん、梅干しめっちゃうまい。うまい。お腹いっぱいの時に助かるよね。なんか梅干しだけですごいリセットされる。いろんな味あるね、辛い以外は。うん、甘い、苦い、しょっぱい、酸っぱい。計算されてんのかこれ。うわ、さつきちゃんやるじゃん一気に評価が変わった。お、いた、完食です。すごい。え、奥さんちょっといける。全然いけますよ。マジ。はい、こうちょっとだけいい。もちろんです。食べてないから。梅干しあげるし。ありがとうございます。はい、来ました。完食です。おーい。はい、2度目の完食。うわ、すごい。マジで完食。うわー、ちょっといける。内藤はいけます。内藤さんも相当いってますね。すげー、まるまるいってますもんね。よし、最後いきます。お、完食。やったー。ということで合計何、5122g です。よっしゃ、5キロ達成です。イエーイ。シベリア受験行きます。シベリア受験はきついよ。一番きつい。一番きつい。一番無理よ。もしこれやったらまたちょっとジブリ飯企画やるんで、高評価、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録せよ。じゃあまた次のジブリ飯企画でバイバイ。バニャバニャーン。